アルコールが美と若さにどう影響を与えるのか。訪れたのは岐阜大学。お酒と老化の関係を研究する特任教授の犬草晴彦さん。まず厳重に保管されているアセトアルデヒドを見せていただきました。劇薬の場所にしまっております。こちらがアセトアルデヒドです。この瓶に密閉されている液体がアセトアルデヒド。蓋を開けるとすぐに気体になり危険だといいます。このアセトアルデヒドが老化に深く関わっているのです。それを教えてくれるのはこの2匹のマウス。1匹のマウスにはアルコールを与えず、もう一方のマウスには毎日アルコールを与え続けました。その量とは、人間に換算しますとワインの量で1本分ぐらいでしょうか。毎日この2匹にどんな違いが出たのか。2週間後、犬草さんはマウスの血液を採取し分析しました。するとある数値に違いが出ていました。アルコールを飲んでいないマウスが101、アルコールを毎日飲んでいる方が155。実はこの数値、過酸化水素という物質の量を表しています。聞き慣れない言葉ですが、それが増えるとどうなるのでしょうか。この過酸化水素が体に及ぼす影響とは。このケースの中には培養した人間の細胞が入っています。そんなことできるんだ。そこに変化が出やすいように大量の過酸化水素を加えました。細胞が次々と色を変えていきます。変色した細胞は次第に動きが鈍くなっていきます。過酸化水素によって細胞がダメージを受けたのです。死んでいってるね。死んでってんの。ダメージを受けた細胞は最終的に全滅してしまいました。そう見ると怖いね。これこそが一つ目のキーワード、体が酸化して錆びるということなのです。錆びといえば古い鉄がボロボロになっているあのイメージですよね。やだ。では体が錆びるとどうなってしまうのでしょうか。体が錆びた状態になりますと、いわゆる細胞がダメージを受けますね。まあ極端に言うと細胞が死んでしまうことなんですが、それと例えばコラーゲンなんかにもダメージを与えます。そうすると皮膚で言いますと弾力を失ってシワができます。サビが引き起こすのはなんとお肌のシワ。やだよ、絶対やだ。健康なお肌の下にはコラーゲン繊維などが網のように張り巡らされ下から支えています。しかし過酸化水素が肌に増えるとコラーゲン繊維を攻撃し皮膚が陥没。その部分にシワが生まれてしまうのです。アルコールを飲んで過酸化水素が生まれる理由、その犯人はあのアセトアルデヒドなのです。アルコールの分解からできたアセトアルデヒドが肝臓の細胞に作用して活性酸素という物質を生み出します。その活性酸素はある酵素と反応して過酸化水素になり全身へ。そして過酸化水素は細胞を錆びつかせて死滅させてしまうのです。アルコールを大量に飲むということは体を老けさせる毒であると。一定量を超えると若さを失い老化を進めてしまう。当然美容の面の皮膚に関しても加速度的にですね、年齢を取っていくと考えてください。危ないですよ。